スノーマン、オンモレ参戦だけじゃない。ファンの間で物議を醸したライブ事件簿4戦。スノーマンの4大ドームツアー、スノーマンファーストドームツアー 2023iDo Me ーーが、5月26から28日の京セラドーム大阪公演を皮切りにスタートした。6月10から12日は東京ドームで行い、大盛況のうちに終了。まだ福岡。 愛知公演が残っているものの、コンサートをめぐっては、すでにファンが騒然とする様々な事件が起こっていたようだ。今回は SN、SNS で広まった話題を中心に振り返っていきたい。まず、大阪公演初日には、とあるツイッターアカウントのツイートが注目を集めた。それは、存在しない席に通されたというもので、椅子ではなく地べたに座るファンの写真もアップ。 背後にはグレーの幕が見えるほか、手前には柵もあり、通常の座席とは異なる、明らかに異質なスペースだった。投稿主の書き込みによれば、チケットの座席、スタンド中央系ブロックは実際のところ29列までしかないにもかかわらず、30列と記載されており、その場には10名ほどが滞在していたとか。当該ツイートは1.1万件リツイートされ、 6.3万件のいいね、6月16日時点もついており、スノーマンファン以外もこの投稿に食いついていた。なお、当人の感想を見る限り、公演自体は楽しめたようだ。